こんにちはこんにちははじめにこちらの曲面図をご覧ください振り飛車穴熊対居飛車左美濃ですね私、たし振り飛車が大好きなのですが振り飛車側が伸び伸びとしているような感じがしていいですねやはりそのように見えますか今回のお話はこの曲面図から始まります「将棋世界2004年4月号」 山岸浩二さんの盤上のトリビアより、居飛車対振り飛車の序盤。ちょっと見慣れない形だが、あなたなら、パッと見て、形勢をどう判断するだろうか。振り飛車が優勢だと思います。正解を言えば、形勢は互角である。えなぜなら、この図の局面は、プロ間でも、まだ結論が出ていない。そして、 最も人気を集めている線形の一つだからだ。もう、お察しの通り。図は、剪定飛車アナグマ対、後手四四銀型試験飛車の基本形を、左右逆さま、いわば裏返しにした局面なのである。ひええー。ここからが本題である。では、読者の目には、この図が、果たして互角に映っただろうか そんなのずるい,ずるいよ山岸さんは大手出版社に勤務されている非常に将棋に造形の深い方ですそして山岸さんのこの連載は2005年の将棋ペンクラブ大賞一般部門家作を受賞しています山岸さんはこの図を周囲の将棋好きの人に手当たり次第に見せたところほとんどが 先手よしという回答だったそうです。私だって、そうなもん。例えば、山岸さんの会社の同僚の M さんは、次のように反応をしたそうです。そりゃ、僕は振り飛車党だし、これは、先手よしに見えますよ。え、普段、僕は、後手の方を持って指してるの嘘でしょ裏返しにしただけで、 互角の局面がそう見えなくなる。自分の得意敬が不利に見えることさえある。将棋には、そんな、奇妙な裏の世界が存在するのだ。かねてより、この不思議な現象に気づいていた私は、様々な寄付を裏返しにして、並べては考察を深めていたのである。山岸さんが、この現象に気づいたのは、この三年前。佐藤康光九段がテレビで、 相振り飛車の一戦を解説している時の、次の言葉がきっかけでした。ここでは先手がいいらしいのですが、私にはそれがわからなかったんです。そこで、将棋盤に、この局面を裏返しに並べて、相イイビの将棋と思ってみたら、なるほど、先手がいいと、納得できました。さすが佐藤康光九段ですね。山岸さんの盤上のトリビアでは、 次のように続きます。一流のプロでも裏返しにするだけで局面の見方が変わることがあるという話にまず驚いたそして実際にわざわざ盤上に裏返しに並べてみる佐藤康光という棋士には感動さえ覚えたのだった裏が表と違って見えるのは人間ゆえに起きる錯覚であるコンピュータなら同じ局面と認識するはずだ 実は錯覚できるという能力こそが、将棋では未だ人間がコンピュータに優位を保っている要因となっているこの当時は人間がコンピュータよりも強かった時代でしたしかし今も変わらず長所の裏返しは短所短所の裏返しが長所なので錯覚できるということが人間の強みであり弱点でもあることになります 錯覚できなければ、人間は誰とも結婚することができないかもしれませんからね嬉しいような嬉しくないような盤上のトリビアにはさらに次のように書かれています人間にはこんな手がよさそうという直感が働くそれまでの知識経験をもとに本筋という直感を養うことで読みを省略できるのだ反面 本筋を身につけるほど、先入観や思い込みによる錯覚も起きやすくなる。裏表がないのは人間の最大の美徳の一つだが、そんな人間は実在しないように、局面を裏表なく見ることも、人間にとっては至難の技なのである。とはいえ、表の世界では絶大な人気を誇る四四銀型試験美車の裏に回った途端、 私の調査での別人のような不人気ぶりはどうだろう。この局面図の先手が、通常の振り飛車に比べて強力に見える点は、飛車先の歩が伸びている。6七にいることが多い銀が5七にいて玉が硬い。角も穴熊についていて、さらに硬い。いつでも7七に形を活用できる。などがあります。山岸さんは、この局面図を、 奨励会の野島三段に見せて、見解を聞きました。盤上のトリビアより、野島三段は、厳密には、あと一息でプロと言うべきだが、弁護人としてはうってつけである。なぜなら彼は、四四銀型試験微車を、恋人のように深く愛しているからだ。当然、その裏の姿を見せられても、愛に代わりは、先手必勝に見えます。 なんと、そこには愛はなかった。やがて仕掛けに気づくと、彼は、浮気がばれたときのように身悶えし始めた。ああ、そうか。おかしいな、これだと、全然いい形に見えない。彼は、元の局面を、私が番に作ると、こんなことがあるんですね。と言いながら、バシッ、バシッと4四の銀に空打ちをくれ。うっとり目を細めるのだった。 恋人の別の顔に気づいた青年は、何者にも動じない強い愛を育み、野島流試験美車を、また一つ、成長させることだろう。いじらしいな。永遠の試験美車愛を感じますね。そして、ついに、四四銀型試験美車最強の使い手、鈴木大介八段、当時が登場します。万丈のトリビアより。では、お願いします。 私が、盤上にせっせと罠をこしらえている間、スポーツ新聞を読んでもらっていた鈴木大輔八段を呼び、図を見せる。待ちに待った瞬間である。一目、ゼロ秒で、先手、よしです。私の頭の中で、塀の大合唱が起こるのと、罠に気づいた鈴木八段が、あっと、顔をしかめるのが同時だった。だが、次の瞬間、八段は、重大な指摘をする。 これ、手が合ってませんね。ああ、私は、後手に、三三桂の一手を入れ忘れたのだ。下打ちしつつ桂を跳ねる。うん、これなら難しいでしょう。ん今度は慎重な口ぶりだった。やっぱり、先手作戦勝ちに見えます。交三、という順になった鈴木八段は、図を真剣に検討し始めた。裏返しにしてみると、 後手の曲のの曲整備がが遅れているのが目立ちますせめて、1四歩と2四歩が入っていないと、互角に見えない。言い換えれば、次に、後手は、そう指すのが急務で。私は、実戦では5五歩も、必ず読んでしまうんですが、それは悪い手だということがわかりますね。反対に言えば、先手は、ここで後手に仕掛けさせて、陣形の有利を生かしたい。指社長が ここで5九角と引くのは、その意味なんですね。私には、とてもいい手には見えませんが。次に8、8六角を見せて5五歩を誘っているのがわかる。図から、私が先手なら、第一巻は1、1六歩。あとは4八金引くかなでも、実戦では、どちらも指者車頭に刺されたことがない。1四歩との交換は、後手の方がかなり得だからなのでしょうね。 鈴木八段は、しきりに瞬きをしている。それにしても、裏返しは、見ていて気持ち悪い。酔いますね。それに、手が全然、見えてこない。裏返しで刺したら、天し五段の方にも、平手で負けそうです。プロと甘の差は、読み以前の感覚の部分が大きいんですが、それがなくなる。鈴木システムの本家が、裏返しにすることで確認した。 4, 4銀型試験飛車の心はぜひ読者にもお伝えしたい手が見えなくなる分対局が見えてきますね不利に見える試験飛車後手側が実際に戦える理由それは目に見えない有利さつまり陣形の進展性しかないんですね極形を厚くして5三銀なども考えていくべきで攻めを急ぐのは愚策だとよくわかりますあと気が付くのは 振り飛車党なら何気なく指してしまうに二強が。この局面では、飛車を狭くして大握手だということです。奨励会員がこんな手を指したら、プロを断念しろと言いたいくらい。ついに鈴木八段は、飛車と角を入れ替えた処刑を並べて研究し始めた。初手3六歩に対して7四歩とすると、何かやられそうで怖い。普段、いかに定石に守られ、 自分の頭で考えずに刺しているか。ということですね。私も乗り物酔いをしたような気分です。左右反転を恐ろしい。次は、この左右反転の元祖。佐藤康光規制、当時の登場です。盤上のトリビアより。ええ、今でも相振り飛車を調べるときは、裏返しに並べています。だいぶ、感覚に慣れてきました。ただ、 石田流の形はまだなれません。あれの裏返しって、相居飛車ではありえない形だから。でも、裏返しといえば、一番違和感を覚えるのは、相振りよりもこの形です。と奇声が作ったのが、この図である。さすがに、この後手の形だけは、銀が、こんなそっぽに行くなんて、読む以前に、感覚で悪系と切り捨てそうです。確かにひどい。 だが、実際には、何万曲刺されたかわからない線形である。この図の後手の形、振り飛車党の人なら刺したくない形ですよね。これで互角だなんて。つまり、悪いと即断してしまいそうなところに、新しい可能性があると言いたいんです。藤井システムや八号比のように。それには、感覚による歪みのない、正確な形成判断が必要です。 いかにも悪く見える。先ほどの図やこの図の後手がさせると判定できるようなつまり形勢判断の基準をいくつ持っているかよく言う駒の損得とか玉の硬さとかのことですプロなら少ない人でも基準を10個は持っている多い人は実際に100個は持っています羽生さんの強さの秘密も一つはそこになる基準が100個驚くしかないです 鏡に映ったアイドルタレントの顔つまり左右反転した顔を見てもファンは減りませんでも将棋の場合は左右反転すると人気の戦型が不人気になってしまう将棋の世界は嬉しくなるほど不思議という結論となるのでしょうねそれではご視聴ところでこの佐藤康光九段の写真とても嬉しそうな表情をされていますよね 今回の「盤上のトリビア」と同じ号に掲載されたのですが婚約発表間もない頃歌舞伎座の前で奥様と一緒に写っている写真なんですなるほどそれではご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう